はいどうもこんにちは、えー、ロコンドの田中です。えー、今ですね、撮影しているのが1月10日、えー、月曜日祝日。 の、今、西日が、ごめんなさい、入ってきてて、えー、3時頃になりますけども、えっ、ー、と、まあ、今日ですね、僕、えー、ゴルフ練習300発ぐらいやってきて、えっ、ー、と、今、まあ、戻ってきまして、で少し、あの、時間が空いたので、あの、ちょっと今月も、なかなか YouTube、えー、撮れそうにもないので、こうやって、ちょこちょこ時間を使って、えー、撮らせていただこうと思っております。えー、まずはですね、えー、この、え、動画が、え、ロコンドチャンネル新年一発目になると思いますので、え、大変遅ればせながら、え、新年明けましておめでとうございます。えー、本年度もロコンド、よろしくお願いします。 お願いします。で、えっと、今日なんですけども、えっと、まずはですね、昨日、ひかるくんの、ネクステのチャンネル、こちらの方で、えっと、動画があったと思うんですけど、で、その時、確か動画では、ミッキーくんも戻ってきて、で、えっと、モデル撮影をしている動画だと思いますが、ここでですね、ビジネスシューズと、ダッドシューズ、こちらを短い時間でしたが、ご紹介いただきました。ありがとうございます。 で、ダッドシューズ。これは名前を総合って言って、で、30時間生放送の時も、あの、僕が、えっ、ー、と、いろいろお話をしたので、えー、ご存知の方、えー、多いと思うんですけど、えー、ビジネスシューズ。えー、こちらですね。あのー、まあ、あのー、多分見てもらった方分かる通り、結構カラフルな、あのー、光くんだったら黄色とか、他、の、赤とか青とか、まあ、いろんな靴紐があったと思うんですけど、あれどういうものかでいくと、えっ、ー、とー、まあ、第2弾で販売会した、あの、ビジネスシューズ。 これあの、今でもすごくロングセラーな、えー、商品で、あの、結構いい革を使って、ビブラムソールを使って、なのに、えー、税抜き1万8000、えー、税込19%という、まあ結構驚異的な、えー、商品なんですけど、で、それにですね、えー、靴紐を今回、まあ、ネクステで取るということもあったんで、実はですね、静岡県にある、えー、靴紐メーカーさんにお願いをしまして、で、ネクステが、えっ、ー、と、として撮影するので、ぜひまあ靴紐を作ってほしいということで、えー、ご用意いただいたものです。で なので、あのー、うん、なかなか普通はですね、まあビジネスシューズ、ああいうまあカラフルな感じにしないと思うんですけど、まあ今回この動画に合わせて用意をしていただいて、で、まあ若干量ではあるんですけども、ロコンドでもですね、こちら、あのー、販売開始させていただくことができるようになりましたので、で、これですね、あのー、まあちょっと変わったビジネスシューズにしたいとかですね、気分によってちょっと靴紐、ビジネスシューズも変えたいという方はですね、えー、概要欄の方に、えー、URL、リンク貼っておきますので、 あの、もし、あの、興味があったら、えー、ぜひ見てみてください。で、えっ、ー、と、こちらはヒカルの方で、あとは宮迫さんで、宮迫さんに関しては、あのー、まずいっ、 5個目は、ウィンウィンウィン。で、これがですね、あの、ロコンド、えー、1回目から、えっ、ー、と、一応10回までサポ、えー、スポンサーをするという契約をさせていただいていて、で、ただ、あの、しばらくですね、ま、あの、あっちゃんが、えー、シンガポールに行ったこともあって、あの、ちょっと止まっていたんですけども、まあ、今回無事、えー、再開することになりました。ここでもおめでとうございます。 で、まあ、ゲストが宮迫さんということで、えっと、なん、なんじゃこれという感じも若干、あるんですが、あの、ただすごく、楽しみにしています。で、あとですね、あの、実はあの、撮影当日、僕あの、実は、あの、その、現場に行っていて、で、というのはですね、あの、まあ、3人、えー、宮迫さん、あっちゃん、あと、山さん。で、えっ、ー、と、のですね、あの、スーツ。で、これがあの、皆さん、あの、オーワールさんに、えっ、ー、と、オーダーメイドで、で、ロロピアナっていう最高級の、え、記事を作って、 使っていただいて、作ったスーツなんですけども、えー、実はですね、お人方だけ、ちょっとまあ、あの、サイズが合わなくなってしまったと。 いうこともありまして、で、今回ですね、えっ、ー、と、オーモアドさんにお願いして、あの、2着目を、えー、作らせていただいて、で、それをですね、僕現場に実は持って行ったんですね。で、その持っていった、あのー、感じというか風景もですね、多分どなたかのチャンネルでは、えー、出ると思うので、えー、それももしよかったらお楽しみしてください。で、ただですね、僕あの、当日のウィンウィンウィンは、あの、当日のこの、あの、放映日の、まあ、楽しみにしたかったので、あの、見ないで、そのまますぐ帰ったので、あの、どんな風になってるかは、すごく、えー、楽しみにしています。 はい。これ、ウィンウィンウィン。えー、すごく楽しみにしてます。で、まあ、一方でっていうのは変も変ですけども、あの、また、2、3日ぐらい前ですかね、えー、ヤフーニュースの方で、まあ、宮底さんがまた、名前が上がっていて、えー、なんじゃこりゃと、え、思ったら、あの、まあ、牛牛場の内装の件ですかね。で、それが、えっと、まあ、なんか、えー、これはどうなんだというのを いろんなコメントもあって、まあ、炎上なのかちょっとわかりませんけども、まあ、話題になっていました。で、まあ、牛久場に関しては、まあ、僕らは、えっ、ー、と、まあ、基本的には関係がないので、うん、あんまりなんか、えっ、ー、とー、 話をする立場ではないんですけども、まあ一応まあ、宮迫さんの年間スポンサーというまあ立場でもあって、まあそういった意味ではこう、宮迫さんが、まあちゃんとこう、YouTube の中、世界で成功することは、僕らにとってもすごく大事なことなんで、で、それもあって、かつまあ、とちょっといろんな人から質問されたこともあったんで、少しまあ僕の試験も、えっと、お話をしておこうと思っています。で、えっと、まあ、シンプルに言うと、あの、まあ、あの、今回、えっと、えー、宮迫さんと、あと二人の、 え、ま、コンサルタントなんかアドバイザーかわかりませんけども、ちょっと僕はあの、お二人とは面識がないんですが、の、ま、もろもろ話し合いの中で、あの、ま、オープンまでに、内装もろもろ、問題があるから変えようと。で、それが2、三0 0 0万かかるかもしれないというところで、結構それはどうなんだというコメントがたくさんあって、え、いたという、ま、多分もう皆さんもご存知だと思うんですけども、え、それに関してですね、うん、ま、僕は、あの、ま、牛久上のことはよく分かっていませんが、うん、一経営者としての、まあ、 意見でいくと、まあ、今の皆さんと同じ情報量だけでいくと、うん、確かにあの皆さんのコメントある通り、ありこのタイミングでまだオープンもしてないのに2 0 0 0万円投資するっていうのはかなり、うん、ちょっとあの経営判断としては、まあ、経営者としてはちょっと、うん、しないかなと思います。 で、えっと、まあ、やっぱり、あの、事業っていうのは基本的には、えー、少ない投資で始めて、そこからこう、利益を生み出して、で、その利益を再投資をしていく。で、どんどん大きくしていくというのが、まあ、基本的な原則ではあるので、えー、まだオープンもしてない、えー、焼肉屋。しかも、まあ、焼肉屋って当然ながら、まあ、内装よりも一番大事なことは、えー、美味しいお肉を安く、 えー、まあ、ないし適正な価格で食べることがすごく大事なので、うん、あの、そういった意味では、えー、その、まあ、大きな投資をするってことは、えー、まあ、僕は、うん、違うかなとは、確かに思います。で、ただですね、あの、また一部のちょっと辛辣なコメントになった通り、あの、そのコンサルタントアドバイザーかわかりませんけども、そのお二人の方がですね、あの、まあ、 要は、を批判するようなコメントがたくさんあったので、うん、これはですね、あのー、ちょっと違うんじゃないかなと思うんで、それもそれで、僕も意見を申し上げておこうと思います。まあ単純にその、誹謗中傷良くないよとかですね、まあそういうことで、まあ、まあ、も当然あるんですけども、それだけではなくて、あのー、なんかシンプルに言うと、なんか、えっと、 立場が違うのかなと思うんですね。で、どういうことかでいくと、例えばですね、じゃあ皆さんが、えっ、ー、と、じゃあ YouTube コンサル、まあ YouTuber として、例えば少し成功されて、YouTube コンサルをすると、え、を受けようということを想像してみてほしいんです。で、そうすると、じゃあ、じゃあ誰か、えっ、ー、と、そうですね、これから YouTuber にな,なりたいと思っている方から相談されたら、何を、えー、まあその、アドバイス。 え、するからと思うんですけど、多分ですね、そうなってくると、じゃあ、えっと、きっと、えカメラとしては、こういうカメラが、えー、すごく、えー、映えますよと。で、できれば、じゃあ、えっと、こういう。 持ったりするときはやっぱ GoPro がいいですよ。で、ライトが多分これが良くて、編集ソフトはこれがいいです。で、マイクも多分この方が機能がいい。とか、まあ、もろもろですね。あの、いろんなアドバイスをすると思うんですね。で、それは当然その YouTube のチャンネルとしていいものにしようと思うからこそ、まあそういう提案をする。で、それは当然間違ってない、えー、わけで、で、ただ一方で、えっ、ー、と、じゃあそのこれから YouTuber になろうとしてる方が、あのー、なんか、全員が全員、そんなこう、フル機能で始めるべきかでいくと、 まあ、ロコンドなんかも、まあ今もこれも iPhone で撮ってますけども、えっ、ー、と、まあ最初は本当に iPhone とか、まあカメラ1台で始めて、まあそこからちょこちょこ、それこそ、えー、登録者数も、まあ1万、10万となってきた過程において、まあ少しずつこう機材を足していったっていうこともあって、うん、だからそういった意味ではな、ななんていうんですかね、えー、まあ YouTube を最高のチャンネルにしようと思うと、多分そういう機材をたくさん 最高のものを揃えるが正しいし、一方で、じゃあ YouTube を事業として YouTuber になることを事業として考えたときは、多分最初から大きな投資をするってのはきっと間違っていて、徐々にこの、えっ、ー、と、まあそういうこと利益を増やしていきながら投資をしていく。 だからそういった意味でやっぱりその立場が違うのかなというふうに思いました。だから、えっと、まあそういった意味ではお二方はあくまで、まあ、その焼肉屋のまあ利益最大化というよりは、牛宮城がちゃんと最高のものが出来上がって、で、そこでお客さんが来るということがたくさん来るということ。これがまあ彼らにとって多分大事なこと。で、そのまあ責任を持って提案されたと思うので、うん、なんかその立場が違う アドバイスなのに、なんかその、お二人を、なんか批判するのも、それはそれで、まあ僕も本当繰り返し面識があるわけでは全くないんですけど、違うのかなというふうに思いました。で、まああとはそういった意味ではですね、そういうその、えっ、ー、と、観点の違う、まあいろんなアドバイスを受けて、最終的に、まあ判断するのは、えー、宮迫さんであったり、えー、宮迫さんのチームだと思うんで、まあこれは、えー、まあぜひ、うん、判断を、まあ僕としても一視聴者、一、まあスポンサーとしても、まあ、か、 え、待ちたいというふうに思ってます。で、あとですね、あの、実は今日、あの、そのゴルフ300発する前にですね、あの、宮迫さんチームともいろいろ実は、あの、ミーティング、ズーム会議をしてました。で、えっと、まあ、宮迫さんはいなかったんですけど、あの、まあ、それこそ、つ、えー、ッつんとか、アイとくんとか、まあ、たくさん、えー、いろんな人と、まあ、ズーム会議をしていて、えっ、ー、と、まあ、そういった意味でですね、あの、僕らって、まあ、牛久場なんかもそうなんですけど、うん、あの、まあ、関係がない立場。 一その年間スポンサーだけど、別に牛久場のスポンサーではないので、牛久場にはまあ基本的に関係ありませんと。で、ただ、まあそういった意味ではその牛久上でまた大変になってもらっても困るというところもあるので、まあ要はロコンドとしてできることをやっぱりやっていきたいと、えー、すごく思ってます。で、そういった意味では今一番主軸にあるのがジルバっていうブランドなので、で、えっ、ー、と、ジルバ、えー、これはですね、えー、まあこれからもえ頑張っていき,いきたいと思ってます。で、まああの、コート。 これからごめんなさい。少し、あの、買っていただいた方、あの、500着、あの、すぐソールドアウトありがとうございます。で、ただ、あの、少し一部の方が、えっと、まだ、えー、ちょっとコロナの関係で、えー、開運が少し、この、運送の部分が少し遅れていて、ちょっともう一週間ぐらい、えー、かかるかもしれませんが、ぜひ、えー、お待ちいただければと思ってます。で、えー、そっからですね、えー、僕らとしても、このジルバを頑張っていって、ただ、ジルバもですね、まあ、あの、なんていうか、うんその、まあ、服を作って、靴を作って、まあ、当然これはこれでやっていくんですけども、 まあ、それ以外にも、こう、いろいろ、まあ、視聴者の方も、楽しんでいただけるような企画。で、それをロコンドとしても、まあ、その宮迫さんのチームともいろいろ、え、議論をしながら、え、作っていきたいと。なんか、単純に靴を売る、服を売るだけじゃなくて、もっといろんな、こう、企画を絡めて、盛り上げていきたいというふうにえ思ってますんで、え、これもですね、ぜひ、うん、楽しみにしていただければというふうに思っております。という感じで、えっと、まあ、今年もですね、あの、まあ、2020年から僕ら、え、YouTube いろいろ、 で、そういう意味では、うん、単純にそのスポンサーするだけじゃなくて、ま、いろいろ新しい企画、面白い企画も、えー、どんどん、えー、チャレンジしてきてい、していきたいというふうに思ってますし、あとはま、その会社の今度としてはですね、そのま、あ YouTube ってのはま、一個の、まあ、なんていうか、うん、あの、 まあ、授業というか取り組みではあるんですけど、まあ、それ以外にも、あの、もっともっと、えー、大きな取り組みをしていかないといけないというふうな、やっぱりその、えー、意識もすごく持ってますんで、えー、今年はですね、僕もその、えー、ロコンドの代表の人間として、より、え大きなチャレンジをしていこうと思ってます。で、そのあたりも含めてですね、このロコンドチャンネルで話し合いしていこうと思ってますんで、え今後とも、えロコンドチャンネル、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、本日もありがとうございました。